受注表作成後はお客様へ商品を出荷します。このデモでは出荷伝票作成の流れを紹介します。先ほど作成した受注表を使って出荷伝票を入力することができます。先ほどと同様に出荷伝票もいろいろな方法で作成できますが、ここではこのワークベンチにある販売プロセスの受注の次にある出荷アイコンをクリックして作成していきます。まず、 出荷電票を作成したいお客様名を入力します。同じように警告が出ます。そしてコピー元で受注を選択し、先ほど作成した受注票を選択します。 ここでシステムがどのカ替セレートを使用したいかを確認してくるので、カ替セレート表の現カ替セレート使用を選択し終了を選択します。するとシステムが自動的に受注表からすべての関連するデータを出荷伝票にコピーしてくれます。ロジスティックスと会計の個別タブを見ることもできます。また、品質証明書など添付したい情報を通過することもできます。 この出荷伝票を保存する前に、ここで仕分け伝票のプレビューをクリックします。ここではこの取引による GL 勘定取引を見ることができます。また、納品書のプレビューもご覧いただきたいと思います。左上のプレビューボタンをクリックすることで、納品書のプレビューが確認できます。このような納品書が作られます。 この内容で問題ないことで出荷伝票を保存しお客様に商品を発送します。